すごい雑ですけど、俺喋ることなかったんだよ。でまあこれはちょっと夜だから声はね、まあ、さっきよりは大きく喋ってるけど小さめで、昼にもっとやるかもしれないけど、あなマイクが出てると思った。そうなんだ、録画してるとマイクなんだよな。マイクボタンみたいな、マイクアイコンが出るんだよ。まあワンピースについて喋っていこうかなっていうか、まあ、やっぱ喋ることがなくても結局もうワンピースに頼る。もう喋りたいんだけどネタがないからワンピースね、行こう。俺はもうずっとアニマンチャンネル見ててさ、ワンピースのことだったらオードリーのオールナイトニッポンが始まる。まあアニマンチャンネル最近ずっと見てるんで、まとめね、まとめサイト更新されてないかな。あ、なんかポケモンのやつしか更新されてなかった。まあバウンドマンの話ですよ。ギアフォースバウンドマン、いやダサいって言われるかもしれないけど、まあ確かにギアセカンドと比べると俺はまあというか確かにかっこよくないんで、かっこよくないっていうかスマートではないっていう言い方の方が正しい。俺バウンドマンめちゃくちゃ好き、うん、やっぱ強いし、そもそもまあアニメばっか見てるからギチ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 ブーンみたいな音もちょっと好きだしね。まあ音はあんま良くないんだけど、結構さ、俺本格的に最近になってようやくワンピースの漫画読み始めて、いいなーって言って理解を深めていってるんですけど、まあ、理解っていうか普通に面白く読んでんだけどね。でもやっぱね、おもろい漫画ってすごいよね。脱線するけど、まあ、脱線上等なんで、僕はやっぱね、もう脱線に次ぐ脱線だよ。脱線の話するよ。俺がよくする脱線の話するよ。なんかよく脱線するんですよね。あ、やっぱ話なかった。でルッチの話ね。ルッチの六王眼見てえなって見たんだけど、六王眼出るまで見たらやっぱスラーって読めたね。おもろくて。おもろいもんはブリーチとかもさ、結構ポン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 って読めちゃうんだ。ブリーチのなんかね、戦闘シーンだけ見ようかなみたいに。ケンパチのあのシーン見たいなみたいに見たら結構読めちゃうからさ。やっぱ面白い漫画って読めるんだね。で、俺コミさんはコミショーです。もう3週目。3週目入ってる。なんかめちゃくちゃハマってさ。コミさんはコミショーの話になっちゃうけど、めっちゃ可愛いキャラが多いんだよね。いい平和な感じがいいよね。なんかすごくいいよ。マジで本当は16巻待てない。だから俺もサンデー連載以前になるし、サンデー連載読むと夜更かしの歌も読めんのよ。見れんの、それがでかいと思う。夜更かしの歌っていうね、あのリピーナッツって人が歌ってるやつが元ネ、名前の元ネタはそれらしい。超おもろい。でも俺はちょっと夜更かしの歌っていうその歌があんのよ。それに出てくる、これを見るとあの二人が浮かんでくるんだよなみたいな。オードリーのなんかを元にしてるらしくて、オードリーのファンとかそういうのがうじゃうじゃ湧いてきて、ちょっと腹立ちますよね。なんかね、すごいひどい人でしょ俺。気持ち悪いなみたいな。熱量の差ですよ、別に。なんか、いや別に、なんで琴山さんのやつなのになっていう作品なのに。まあでもそうなんだけどね。結構ね、なんか、まあまあそういう、そう気持ち悪いやつもいっぱいいるよね、なんか。すごいディスに入ってる。ワンピースのね、ディスね。いいよな。そういうジャンプ関連の話していくか。俺は年明けたらあのチェーンソーマンと呪術廻戦に大量買いするんで、まず大量買いっていうか最新刊まで全部揃います、電子版でね。俺電子版好きなんですよ。ワンピースの話全然しないけど許してね。本当は20世紀少年も電子版で読みたいの。なんでかっていうと電子版だと寝っ転がりながら見れるのと、電気を暗くしても見れるんだよね。画面はちっちゃいから、でっかいそのミニ iPad ミニとかさ、でっかい iPhone 欲しいよね。もう一回りでかいやつあるじゃん、 MAX みたいな。ああいうの欲しい。でも iPhone 8だとなんか比率が完璧だから Kindle は見やすいっていう噂もあるらしい。まあ、それも欲しいな。iPhone 8もな、そろそろ廃盤になりそうだからな。iPhone 8買おうかな。iPhone 8 Max。いやーでも金があったら大量にスマホ欲しいよね。まあなんかもうワンピースの話するといろんな話できんな。これからワンピースの話するって言って違う話するか。やっぱ俺話していきたいんだから別にワンピースだけにこだわる必要ない。でもバウンドマンの話ね。
まあ、バウンドマンの俺、モデルは好きなのよ。まあ、そもそも尾田先生がゴムゴムの実にしたのは、なんか、ね、真面目なシーンでもゴムだからちょっとクスッと笑える、コミカルな感じで、みたいな感じ。シリアスなシーンでもゴムだから、ムニーって伸びたね、みたいな。なんかそんな、面白さみたいのでゴムゴムの実って言ってた気がするんですけど。だからそのギガセカンドっていうのは、まあ、かっこいいって感じっていうか、もう、シンプルなんですね。だからこそかっこいいって見えてるんだと思うし、まあ、登場シーンの見せ方がすごくかっこよかったっていうのは。でもバウンドマンもめちゃくちゃいいと思うんですけど、まあ、そもそもルフィの面白さっていうのが出て強いっていうのがすごいいい能力だと思うし、そっからスネークマンの出し方もいいんですよ。やっぱりスネークマン最初に出したらなんか、ってなるか、インパクトはないんですよね。だからバウンドマンゴゴゴゴまで手の動きをどっちか分かんないけど、こんな感じでね、やってたよね。もうにわかじゃんってなるけど、完全把握はしてない。いいよなって、俺はバウンドマン好きですね。やっぱ強いですね、圧倒的にドフラミンゴを倒すっていうのは。ね、でも時間制限が来て、まあ、やられたみたいな感じだけど、まあ、ドフィーがタフなだけなのかっていうけど、やっぱり強いやつは強いんですよ。なんかみんな 勘違いしがちだけど、赤犬だってあそこで死んどけばよかったみたいなこと言ってる人いるけど、もったいないでしょ、死んじゃったら。赤犬みたいな、あんないいキャラが。それで死んだらね、尾田先生そういうことしないでしょ。でもまあ、ピンピンしてるのもおかしいけどね。確かに。全然聞いてないんかいっていうけど、でもあの世界ってそんな感じじゃない？だって、白ひげだってそもそもね、顔もえぐれてるしみたいな。まあ、赤犬のなんかその信念の強さみたいな。ね。がありましたよね。一時的に確かにやられてしまってはしたけど、俺はしなかった。徹底的な正義。正義っていうのは俺はしなかったっていうのはすげえなって思うけど。まあ、赤犬はあいつめっちゃ強いからね。能力も強いし、その戦闘力も尋常じゃないだろうしね。まあ、バウンドマンの話でいいよね。なんかネットだと叩かれがちだけど、俺バウンドマン好きなんですよね。やっぱさ、面白さと強さが両立してるっていうのはいいよね。おもろいと思うよ。ねえ。いいと思うな。めっちゃ面白い評価だもんな。なんだかんだ言ってかっこよくなっちゃうじゃん。それがなんかね、面白おかしくなってる。バウンドですからね。めっちゃ面白いな。ねえ。で、スネークマンは正統派だよね。スマートになった。だから、まあ、ギアフォースの覇気とゴムの融合がジェットバージョン、ジェットの力、ギアセカンドの上乗せをしちゃった。タンクマンも言っちゃえばギアサードみたいな。サードとフォースのいいとこ取りみたいな。硬い、だってその、一応やっぱ普通のバウンドマンだったら、やっぱその、バウンドマンの攻撃だとやっぱそのクラッカーだとこうギーンってちょっと切られちゃうんですね。まあ、不意をつかれたってのもあるけど、でもタンクマンだとね、効いてないんですよ。あれ。まあ、骨風船。筋肉骨風船じゃないけど、なんかそのサードの力も取り込んだフォースみたいな。ね、サード寄りのフォースみたいな。フォースってなんだよね。まあ、覇気の力をやった筋肉風船って。難しいよね。解説はむずいよね。あれ。マジで。技の解説。筋肉風船。骨風船から筋肉風船になった。だまあ、サード寄りのフォース。で、セカンド寄りのフォースがまあスネークマンって。最近思ったけどさ、2年後からの技って、あれ絶対さ、ルフィがその猛獣たちを倒した技に関してやってるんじゃないかなっていう。その技をモチーフにしてるのかどうかわかんないけど、その技を使ったことによって倒してるんじゃないかなっていう、俺の憶測ね。フォークウィップ、フォークガトリングとか。レッドホークは普通にうおーっていう。でもレッドホークもアニメ版はどうなんだろうね。あれ嘘なのかな、嘘松なのかな 嘘松とかあんま使わないけどさ、エースの炎が出たみたいな。どうなんだろうね、あの能力解説的には。何なんだろうね。覇気によって熱がこもったみたいな解釈。で、ゴムは、こう、伸びると、急激に伸びると発火するだっけ？なんか、
で炎がどうのこうのみたいな、ちょ理屈はそこそこある。まあレッドホークかっこいいからいいかなって感じで、もうかっこいいから別に理屈なくても、まあ思いっきりビュンってやれば炎も出るだろうみたいな、なんかまあ曖昧でいいと思う。かっこいいからレッドホークは。うん、ワンピース雑談楽しいな。なんだかんだ言ってね、でも NL 最強みたいなことに言う風潮は良くないと思うけど、 NL のロギアは超強い。そもそもピカピカの実と違って、ピカピカの実はそのルート決めれば一瞬でピュンっていけるんだけど、もうゴロゴロもシュンシュンシュンっていけるから、ね、でそれでまあ雷の速度で移動できるから相当速い、うん、マジで速い、すごいいい能力で、ゴロゴロの実で見聞色と融合できるみたいなので、すげえなとは思う。ネタなくなったみたいになるけどね。ねえ。でもルッチすごい説っていうのをちゃんと言っていきたいのよ。だから6式ってちょっと軽視されがちじゃん。でもさ、ルッチの6王眼ってめちゃくちゃすごいんですよ、あれ。あのね、なんだかんだ言って、まあ、そのルフィが受けてきたその武装色のその衝撃波ってね、何人くらいだろうな。俺が覚えてるのだと2人。あの、足柄どっこいの人ね、名前は戦闘丸だ、戦闘丸とサンダーソニアだよね、いやマリーゴールドだっけ、マリーゴールドって名前じゃないよな絶対、サンダーソニア、マリーゴールド、サンダーソニアで検索する、そう名前なんだね、ワンピース。マリーゴールドね。マリーゴールドも、なんか、マリーゴールドは武装色の覇気がすごくて、サンダーソニアは見聞色みたいな得意なのが分かれてんだろうね。でもすごいんですよ。マリーゴールドも一応衝撃波みたいなのがドンって出る。弾く覇気が使えるんで、すごいんですよね。あれ、意外にすごいんですよ。だから武装効果っていうのを使えててもあれそんなすごくないって。だからベラミーもすぐできたし、だからドフラミンゴもね、覇気だけをしっかりしてくれればめっちゃ強いんですよ。能力も覚醒してるし、うん、でフィジカルも、まあ、タフさも結構あるし、うん、で能力の範囲も能力自体が強いし、で能力者だし、だから能力、覇気だけをちゃんと鍛錬してくれればドフラミンゴってめっちゃ強いんですけどね、実力的には、うん、まあね、で別にあそこからどうしようってやつじゃないよなドフラミンゴって、うん、何なんだろうねあの秘密の兵器みたいな、不老手術とその秘密の兵器が関係あるんだろうね多分、寿命と引き換えに悪魔の実を作るみたいななのかな、不老手術でどうのこうのって言ってたから、不老手術とそのあの国宝ね、国宝っていうか秘密の宝が多分能力の関係みたいな、じゃあ豪水の強化バージョンみたいなもんなの、なんかどんどん切れば切るほど老化していくけど超人的なパワーがつくみたいな、そういうやつなのかな、だから不老手術をすることによってそれを操れる、永遠にその若さを供給し続けてみたいな、そういうわけなのかな、なんだろう、でも一応その国宝がなんか麦わら帽なんですよね。すごいですよね。
あの麦わら帽子があんな大事なものなんだっていうねえ、怖いよこれすごすぎだけどね。そこまで来るとそのなんかさ、本当に世界を作って歴史を作りすぎてるから怖すぎるよね、ワンピースってね。やりすぎだよねあれね。なんかおもれえな。なんだかんだ言ってワンピースってめちゃくちゃ面白い漫画だと思うんだよな。やっぱりその深みみたいなものが尋常じゃないっていうか、すごい漫画なんだけどね。やっぱりそのなんか、もう一個扉を開けたらめちゃくちゃ面白いんだよワンピースで、さらに開けるともっと面白いと思うんだけど、そんなにね、まあ、俺も結構好きな方だとは思うけど、すごいよね。でもやっぱワンピース好きじゃないと90巻も読めないからさ、それなんだよね。ワンピース好きじゃないとワンピース面白がれないっていうかさ、面白いけど、だから俺本当ワンピース好きでよかった。あんな面白いものはじっくり読めるんだよ、好きだったら。いつそんな読めてないけどね、やっぱね、エネルギー使うから漫画使うのやっぱ同じでも、なんだかんだ見るけどね、おもろいから最強の暇つぶしだけどね、ワンピースは。アニメはね、アニメ見れないんだよ、もうなんかきつくて、じっとしてるのむら辛いから。腰痛、ちょっと寝るわ、寝ながら喋るわ。画面触るとさ、またピロ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 みたいな感じでさ点滅するんだよね。まあ、ワンピースの話か。まあルッチの話だよ。ルッチはすごいんですよ。マリーゴールドと、まあ、セントーマル、一応ちょっとスマホで確認しておきますが、セントーマルのまあ竜王、まあ、あれを竜王って呼ぶっていうか、まあ、そもそも俺の中での竜王の解釈っていうのはどっちかっていうと、その覇気、あの竜王とは呼んでるけど、一応あれでしょ、その和の国での覇気の呼び方、あの覇気の総称を竜王だから、あの見聞色だから、空島で言う見聞色をマントラっていうように、竜王って言うんでしょ、って俺の中でそう勝手に思ってるけど、ちょっと足柄どっこいのシーン見ますか。でもあのシーンもね辛いよな。菅田先生もひどいことするな。52巻のこんなみんなでにっこりとしたシーンでさ、すごいことするよね。でも別に足柄どっこい、あれ足柄どっこい初シーンどこだろう。いやでもそんな食らってないよ、やっぱり。やっぱりその六式みんな舐めてるけど、まあできることはすごいんだけど、やっぱり六式を極めるってめっちゃ大事だと思うの。でも結局みんなが使うのってさ、あれじゃん、ソルとかさゲッポじゃん。結局乱脚、まあ死眼は使わないじゃん、撤回とか使わないじゃん、なんだかんだ言って。でも俺さ、てか六式軽視されがちだけど、あれってなんだかんだ言って覇気より消耗しないんだよ。覇気ってやっぱりルフィ、まあ言ってたけど、見聞色もやっぱ使えば使うほどに消耗していく。武装色だってそう、ルフィだって、まあ、極限に全力の覇気と能力、全開の能力と覇気、まあ、全開の能力と覇気かっていうのはあのバレットのセリフなんですけど、多分ね、マビスタンピードのね、だからやっぱ10分しか使えなくて、そっから3分で10分だ、わかんねえや、忘れた。3分間使うと10分吐きが使えなくなるんだっけ、わかんねえや。ちょっとキアフォースちょっと調べます。調べて合ってるかわかんないが、何でも調べたいんだよね。キアフォース、やっぱバンドマンかっけえな。
でもルスカイナ諸島やばくない？あれギアフォースで勝てない通常状態のコングガンじゃ倒せないやつらがいるってさ、クラッカーのビスケット兵ですら効くし、カタクリですら効くんだよね。カタクリだってまあ剣あの冷静じゃない状態だったらしっかりと効くパンチですよ。それが効かないやつってさ、やばくないですかね、諸島。そりゃ人間も滅びるよ、文化も。化け物じゃん、そんな。まあ、人間が滅びたのは、四十八鬼っていう過酷な環境と、まあ、猛獣たちも相まって、まあ、滅びたってだけであって。生存競争に負けた、すごいかもな。いやー、でもね、別に、その、なんか時間は書いてなかったな。でも、10分間は、解除もししちゃったら、10分間は覇気が使えない。一応その動けなくなるわけじゃなくて覇気が使えないだけなんですよ。一応 SBS でも言ってて、ルフィはそのまあドフラミンゴ、まあドレスローザの時はそのみんながね、あの助けてくれるからこう動かないでね、体力を温存してて回復に専念しただけでやって、カタクリ戦の時は普通に覇気が使えなくなる。結構なリスクですよ。やっぱ新世界でも、新世界やっぱ覇気ないとやばいですし、そもそもあいつらはギアフォース並みの体術を通常状態で持ってるってのがすごいなって思うよね、うん、ルフィはやっとそのさ、リスクを負ってまで強くなってる。あいつらノーリスクだからね、普通にやばいな、やっぱ。でもエネルはね、タフさがないってだけじゃない、単純にルフィの攻撃力がすごいってだけだと思う。岩を砕くパンチを受けて大丈夫なやつがおかしいんですよ。アーロンの時でもさ、岩なら拳でも砕けるだろうって、ちょっと意味わかんないこと言ってたじゃん、普通にパンチ力で。で2年間の修行でやっぱり基礎格闘面とかステータスも上がって、ステータスって言うとね、ナロー系じゃないけどさ、基礎身体能力も上がってるだろうし、でギアサードやギアセカンドの、まあ、デメリットもそこそこ克服してる。まあギアセカンドに関しては俺はまあ2年前みたいに疲労で体が全く動かなくなるってことはないと思うけど、やっぱりその寿命は縮めているんじゃないかなっていうは思いますが、まあ単純に2年間の体が動かなくなったらついてこれなかったらね、だからそういうのもあるけど、うん、まあルッチの話でなんか。でまあ、やっぱ覇気の竜王、まあ、名前はちょっとまだ分かんないんで、覇気の衝撃か、まあ、竜王ですね、まあ、竜王っていう、まあ、覇気、まあ、竜王じゃないんだけど、まあ、覇気をブーンって、まあ、武装色ですよ、言っちゃえば武装色の高いレベルの武装色、まあ、レベルとしては武装効果で弾く覇気、弾く武装色で内部破壊を常にするっていう武装色の3つに分かれるっぽいね、うん、一応なんか表示が言ってたのはこのグシャンって、この首輪をグシャンって壊すときはそのなんか覇気のなんかそういうまとうエネルギーを拳に集中させてるみたいな、それで内部破壊を促して、で爆破を一時的に遅らしているみたいな、なんだかんだで説明はあんだな、あれ。一応多分アニメ編絶対ガッツリ手映ってるよね、あれ、うん、やっちゃったね。だからワンピースってアニメしづらいよね、うん、だって俺も思わなかったもん。ただすごい、なん意外にみんな覇気なんだなって思うわ、うん、でも俺白ひげのあの攻撃もなんかピクシブによれば覇気なんじゃないかって言われてるけど、どうなんだろうね、うん、でも白ひげのグラグラの能力って、まあ、元は振動人間なわけじゃん。振動ブーンって振動してブーンって振動して、こういうことなのかな、どういうことなんだろうな、振動の技、理屈がちょっとよくわかんないよね。でそこの権威に至る小田先生ってやっぱ頭すごくない？振動人間って言ったらこうブーンって言ってさ、なんだ、人間滑索機じゃないけどさ、これでいっぱいも岩も掘り放題みたいな、この一瞬のパンチを振動でやるからすごいぜみたいな、連打パンチがしやすいぜくらいしかさ俺は思いつかまないけどさね。あとなんかもう大きい振動で瞬間移動できるって俺の謎理屈があるんですよ。俺がもう今ブルブルの実っていうのを考えて、ずっと考えてるんだけど、このブルブル点みたいなのがあって、能力者があって、
能力者がいて、ブルブル点があって、こうブルブルするわけですよ、体が。振動ってそういうことじゃん。それ振動大きくなれば、すごい大きく移動するってことじゃん。うん。だから、それを1回で解除すればさ、瞬間移動できるよねっていう謎理屈はまで言ったけど、ブーンってやるのと大気にひびを入れるのは全くわからないよね、あれ。小田先生、だってそこに行き着くのにどうやるプロセスを経ればそうやって考えられるんだろうな。それはやっぱすごいんだよな、ね。まあ、そもそも主人公をゴム人間にしようっていうのがすごすぎるし、グラグラの能力、大気にひび入れます。ええだよ、本当に。何なんだろうね、マジで。謎が多い技です。まあ、地震人間なんだよね。で、地震人間だから、大気にひびを入れるほどのすごい技みたいので、振動をブンってやって、津波に変えるみたいな。でもよくわかんないね、やっぱグラグラの強いんだけど。なんか、ブーンっていうのもあれ、覇気らしいな。覇気と、グラグラの実の融合なんじゃないかって言われてるんですね。でもなんだかんだ言ってね、確かに竜王の描写だとそんな感じなんですよ。この覇気のこうウニュンって拳をまとってるんだと。うん。でもね、だからもしかしてあれが武装色で、三大将三人がブーンってこう両手使って止めるレベルを片手でもし出してるとしたら、俺もう白ひげ様様だよ、そんなの。もしね、そのあれもちょっとした六号眼みたいな技なのかもしれない。体の巡りをさ、こう意識してブーンって出してるとしたらさ、3人でようやく止めれますから、あの技。確かになんか違うんですよね、能力。なんだろうな、物を壊すか生物に影響を与えるかみたいな違いなのかもね。うん。てか被害の範囲みたいな、対人に対してあのブーンって白い膜みたいな張るやつで、ビガンっていうのは地震をそもそも起こして津波とかに変えたりして、あとそもそもなんかその海の地形をこうグラグラって揺らす、そういう大規模な攻撃がその大気を、まあ、大気にひびが入るくらいのそういう技ですからね。マジでよくわかんないな、白ひげに関してはすごすぎて。でもそういう考えに至らないよな、やっぱり。ずっと考えてんだろうな、どういう能力にしよう、 B、 じゃあグラグラにしようかみたいな。汚っ。ルッチの話ねって言って何度もやってるけど、ルッチの録音がめっちゃすごいの。だって足柄どっこいだって、だから結局まあめちゃくちゃすごい威力なの、ルッチって。多分レイリーとかのドゥーンっていう威力、あの吐き波が出せてるのよ、ルッチって。超人だから、動力4000で。で、2年後で、まあ、さらにすごい、まあ、修行をしたわけじゃん、多分、絶対ルッチなんか。てか、まあ、修行を終えてるかもしれないけどさ、まあ、さらに強くなってるわけじゃん、絶対に。でも、なんだかんだ言ってさ、どうなんだろうね。ねえ。一応ビブルカードにはサイファーポールのやつは全員覇気が使えるっていう設定なんですよね。だからちょっと怖いよね、急にそんな。でも面白いね、サイファーポール 1,2,3,4,5,6,7,8,9 のさ幹部みたいのが全員サイファーポールないんだったら面白いよね。サイファーポールゼロの一声でさ、それはないか、それはないな。カリファとかどうしたんだろうな、結局。でもめっちゃ怖いかもね、なんかそのでかい人間がさ、あの残りのサイファーポールたちをぐちゃぐちゃに作ったキメラだったらどうしよう。これはベガパンクの新しいそのパラミシアのガチャガチャの実みたいな。でも一応あるんだよね、合成能力はあるんですよ。あのビッグマム編の最後に出たやついるじゃないですか、こういう鎌持ったでかいやつ。多分、ジャッジは違う、ジャッジはスナックだ。なんかその特別弾みたいのを撃った、ガスと特別弾を撃ったみたいな時にこういうやばい鎌のやついたじゃん。あれが術後の能力で、ガチャガチャの身、ごちゃごちゃの身みたいな能力で合体してる姿らしいんですよ、あれが。
一応アニメだと結構戦闘シーンあった気がするんだけど、アニメ見てないんで分かんないですけどね。おもろいよね。ワンピースマガジンで書いてやった。ダメかもしれない、教えたら。実はね、ワンピースマガジンに書いてやったんで。結構有益で、俺ワンピースマガジン全く読まないんだよな。あんま面白くないって言い方悪いけど、見るとしたらその悪魔の実のデザインとかそういうのしか見ないけど、絶対しっかり読んだらおもろいからね、ワンピースマガジン。日曜日だ。今日曜日で、別にあんますることないね。ワンピースの話するか。さっきもう俺2時間喋ってるわ。まあいいんだけど、ルッチすごいよ。だからルッチの六王眼って言っちゃえば竜王じゃないですか。まあ武装色の衝撃波、波動みたいな、なんかビーム技みたいな、なんかそのなんつう衝撃波ですよ結局は。だから戦国のあれも、なんだかんだ言ってみんなその気づいてないだけで、能力と、武装色とか見聞色と絡めてるんじゃないかっていう。まあ、そもそも片栗の流動変形、まあ、これもマグマ、あの赤犬がなんで効いてないかよくわかんない。あれはでもそもそもマグマって岩を溶かした存在だから、あのこれはロギアの中でも覇気をまたえるロギアなんだぜみたいなこと言い出すかもしれない。だから覇気の総裁ができたみたいな、ね、そもそも火をも燃やし尽くしちゃうんじゃなくて、単純にマグマは元が岩なんだから覇気をまとえる希少なロギアで、さらに攻撃力厚さも持つから貫けたよねみたいな、そういうのかもしれない。種明かしは本当はただ吐きまとってただけだすなのかもしれない。でもそれはないよな、あの謎理論なんだ。まあ上位互換なんだろうね。でもサボが戦った時は勝ってほしいな。戦わないか。でも上位互換でもちょっと杯強すぎるからさ、サボが頑張っても勝てないよね。でもどうなんだろうね。革命軍大丈夫かな。まあ大丈夫じゃないよ。多分俺捕まってるだけだと思うな。革命軍死んだっていうのはやっぱりいつものメンツのためとか、もしくはモルガンズのニュース的なあれで、すぐ死なすわけないと思う。あ、俺ここで死なしては小田先生やばいなって思っちゃう。もう怖っても、絶対読めないじゃん展開って思う。でもそんなすぐ殺すかな。でも最近結構死ぬけどな、よく人。もう終盤になってっていうか、新世界だからだろうね。もう新世界はワンピースの概念すら覆すやばいやつ。ワンピースのなるべくあんまり知らないっていうのすら覆るようなやばいやつらがいるので、全然死にますみたいなことなのかもしれない。サボも言ってたもんなね、勝利か死かみたいな、成功か死か。本当に死んじゃったのかな。でも死んでないと思うな。なんか五老星とかすごいやつらの力で、なんかで多分絶対世界政府的には革命軍の居場所を知りたいから、拷問みたいなのかけてるな。なんかかわいそう、拷問ね。でもそれでなんかイム様のなんか催眠術能力みたいなのかかって全部白状したらやだな、ね、怖いね。そうなったらルッチはすごいよっていう。ルッチめっちゃすごいんです。で結構ルッチってやっぱルフィをだいぶ追い詰めてるしね。だってギアセカンドとギアサードを使ってあそこまで追い詰めて、で2回、3回も六王眼を受けてるんで ね最大輪の六王眼を受けてますからね。最大輪六王眼、最大輪じゃないんですよね。最大輪だ、最大リかと思った。最大リなんですよね、あれ。まあ、すごい六王眼ですよ。まあ、パワー六王眼、ね。でも、なんだかんだ言って、ゾーン系って結構強いよね。六式と絡めるとマジで強いの。だから、だって、核だって強くないあれ、普通に。まあ、ゾロがちょっと尋常じゃなく強いだけで、どうにかなってるし、そもそも霧しぐれとかね。
でもなんかそのワンピースのまとめ系でさ、あのね、使ってましたねみたいなこと言ってたけど、あのなんかタジギも使ってましたね、違うでしょあれ、キリンシグレって書いてキリシグレって読むから全然違うじゃないか、ふざけんなって思った。ムカつくわ。ちょっとタシギの項目見るわ。タシギのちょっと名愛党の名前を知りたい。あんま知らないんだよな、やっぱり俺。タシギ、ちょっとここら辺だな。愛党なんだ、愛党なんだ、なんだなんだ、シグレだからね。シグレだからキリシグレなんだろうね、キリシグレって。スモーカーの強さみたいなことも言ってたけどな。まあ、やっぱ七武海には勝てないっていうね。いやでも七武海に勝てたらもうそれ大将ですから、もう強すぎですよ。七武海に勝てるってね、七武海舐めないでください。でもマジでスモーカーはいいとこ行ってる。だってまあ互角ってわけでもないけど、ベルゴにも結構いいとこ行ってた。まあやられてるけど、まあ、確かに普通に戦ってるじゃ自利品で負けるんだろうけど、それでもやっぱそのね、結構いいとこ行ってるんで、ベルゴにはね。まあ確かにやられてたけど、そこまでそのやっぱその作戦が変わってからその苦戦し始めただけ。でもベルゴもそんな強くないんだよね。スモーカーが弱いのかってなってくるんだよ。えでも俺単純にあれの能力がやばいだけだと思う。そもそもなんか結構武装色を全身にまとったら負けフラグみたいなのあるよな。ベルゴもまとってね、ピーカもまとって全身にまとうことなんか強さが何なんだろうな。やっぱねえ、でもだって全身武装色がだってさ結構若い時から使えてんのすごくない？でもなんかやっぱドン・キホーテ海賊団は結構全身武装色が流行りなんだろうな。あんまり使うやついないよな、全身武装色。一応映画だとバレットは使ってたけどさ、ネタバレガンガンしてっちゃう。まあ別に全身武装色がそんな大事なネタバレかな。まあネタバレかもしれない、申し訳ないけどネタバレしちゃった。いやでもルッチ強いよ、やっぱり結構強いし、どうせもう2年後になったらなんかね、2年後の修行研鑽によりこの猫の実モデルレオパルドは覚醒をしてるみたいなこと言って、えでも俺覚醒したルッチとか怖いんですけど、そんなん絶対勝てないじゃん。てかもう実はもう覚醒してるとかね。えでも覚醒したらその尋常じゃないタフさじゃん。いやそれはないと思うな。でも俺ルッチがもし能力覚醒したら俺めっちゃ強いと思う、マジで。完全に対象クラスの実力者になると思うな。やっぱりルッチ強えよそれ。でも別にさ覇気使わなくていいんだよな。なんだかんだ言って覇気全然出てないじゃんって言うけど、麦わらの一味ロギア系がいないし、そもそもルフィだけじゃん。でもルフィもさ、ルッチをその変形を用いたり乱脚を使えばルフィにだって有効度与えられるから、レオパルドになったら爪が生えてくるから、あの志願も効くしって考えるから、別に武装色使わなくてもいいんだよな。だから見聞色なんだよね問題は。でもぶっちゃけ実は神絵とかも見聞色なんじゃないかっていうね。体を変形させて相手の動きを読まなきゃいけないわけだから、見聞色説あるよね。でもゾロの方が一枚上手でその避けたけど切られたっていうね。だから神絵だからってヒルヒルやられるわけで、だから神絵って見聞色じゃない。だからそのだからあれだよ。来たの。だって肩栗の使ってた技じゃん。肩栗の体の効率よく避けてるっていうのを
体を柔らかくして避けてるってだけでしょ。身を任せてやってるっていうから、それでもやっぱ見聞色に近い技だと思うけどな。でも見聞色があるから勝てるかって言われてもね、そら片栗みたいな見聞色があれば別だけどね。でも片栗ってやっぱ四高幹部の中でも俺ベン・ベックマンに次ぐ強さだと思う。俺なぜかベン・ベックマンの強さめちゃくちゃ強いって言ってるんですけど、いやでもあいつ絶対強いだろ。ベン・ベックマン大将キザルがもう降参するレベルだぞ。その後なんかねベン・ベックマン逃がしてましたけど、まあ、逃がしてたっていうよりはそもそもこいつら戦う意思はあんまりないんだろうなっていうのでやったのかもしれないしね、うん、それを一瞬で見抜くキザルすごいな。一応俺のことこいつってかそもそもね本気だったらすぐに撃ち殺してるだろうっていうので騒ぎにするつもりはないんだなっていうのが分かってこうおっとっとベン・ベックマンみたいな感じで行ってよし今だって言ってやったって言われたらキザルすごいな。あいつキザルなんだかんだ言ってすごいよな。ベン・ベックマンも欺く。一応作中 IQ はね1番って言われてます。絶対ベガバンクの方が頭いいと思うけど、うん、でもなんだかんだ言ってまあ戦闘系格闘分野では相当高い IQ を誇るのがベン・ベックマンだと思うんですよね。それはベガパンクの方とかねクローバー博士とかの方がすごいかもしれないけど、クローバー博士まあでもクローバー博士もすごいか、うん、でもそういうその対戦闘においての IQ の高さだったら多分作中でトップクラスのやつを欺くですからね。ね結構やっぱり赤髪海賊団自体が均衡を大事にしたいんだろうねやっぱり海のね。そのキザルを殺しちゃったらさこれからその悪い海賊っていうわけじゃないんだけどすごい暴れる海賊とか、まあ、それが普通なんだけどそういうやつらを倒してくれるやつ、まあ、手の届かない範囲もねキザルたちはやってくれるからこそ、まあ、倒さないだろうしやっぱ結構治安維持みたいなところはあるんだろうね。赤髪も大変だろうな。なんかすごい賞をもらったんだろうね多分、まあ、赤髪がまあ天竜人につながってるとかなんかそういう王族につながってるっていうのはありそうだけどね。うん、それかめっちゃいい賞もらったのかもしれない。カイドを止めてくれたでしょみたいな。てかもう2年前でもう昇格しあんたはちょっとねあの小競り合いでもカイドを来てたら海軍全滅だったからマジありがとうでね。うん、あの五郎星のまあ入っていいよってなったのかもしれないし、てかそらカイドを止めたらそらマジありがとうってなるでしょ。化け物だよボロブレスだよ。そんなやつ来たらさ海軍全滅だよさすがに。全滅っていうか本当に海軍はやばいと思う。まあ大丈夫か戦国にガープに三大将いるし。でもきついな。まあ負けるよね。でも普通にとんでもない打撃が食らうと思う。四皇二人来たらあの時点の海軍の戦力じゃ絶対勝てない。今世界徴兵して結構強くなってると思うけど、うん、なんだかんだ言って衰えたって言っても戦国今の方が絶対強いだろ。逆に今の方が強いだろ。なんか、うん、逆に今の方が強そうだよな。なんだかんだ言ってジャック追い返してるしね。うん、まあ、ジャックやられてたけどね。でも強いねジャック。そのちょっと大怪我負ったくらいでやっぱすごいんだね。やっぱゾウも覚醒してるっぽいよね。ゾウのあの力もね、なんだ なんかすごいゾウマンモスの力みたいな覚醒してるのか、そもそも古代種がめっちゃ強いのか。幻獣がロギアより希少で、で古代種がパワーがすごい。古代のくせにね。古代だからこそなのかな、まあ、古代のパワーみたいなので古代種はすごい結構なパワーをお持ちで、
いると。まあ、トリケラトプスのキックもよくわかんないしね、あれ怖すぎでしょ。なんかシャーロット、まあね、ビッグマムのさ、なんか船吹っ飛ばしてるしさ、意味わかんないよな。でも一応なんかキングはなんか種族があるらしいね。お前こっち来いよみたいな、地底族みたいなのかな。やっぱ日に明かりが弱いから、あーでも地底族ありそうだね。なんかね、地底族ありそう。その日に弱い、肌が日に弱いから全身にああいう拘束具みたいなのつけてるってのもあるよね。でマゼランはそもそもインペルダウンだから、なんだろうな、インペルダウンだからそんなに日も当たらないし、なるべく暗いところにいたいっていうのは地底族の特性とかありそうだよね。地底族がなんだかんだ言ってありそうだな。地底族、おお、繋がってきたね。勝手に言ってるけど、でも大丈夫なんかな、ジンベイとね。なんだかんだ大丈夫だし、俺ペドロ生きてると思うけどな。うん、俺ペドロ生きてる。だってペロスペロの腕の細さ見ろよな。 あれ腕吹っ飛ぶよ。ジャガーのミンクって言っちゃえばゾーン系だからさ、覚醒のないゾーン系みたいなもんだよ。そういうやつが鍛えてるんだし、すごい強くて鍛えてるやつなんだから、ちょっとね、大怪我負ってるくらいや。うん、海プカプカ浮いてますよ、ね、って俺は思う。俺絶対逆の立場だったらやばかったと思う。でも俺なんだかんだ言って俺耐えてると思うけどな。いやでもそれはないか、あそこまで行って生きてたらっていうね。でも墓作ったら生きてるルールね。ペルも墓作られて生きてたし、うん、なんかすごい墓だよ、墓作られて。ペドロも俺生きてると思うけどな。でも小田先生はなんかや、でも最近よく夫婦だってさ、安家様だってさすぐ死んじゃったしさ、あれ生きてそうだけどその展開ないか、勘十郎とね、なんかそのそういう話をしてる。でも密告者って誰なんだろうね。密告者がいるっていうけど、普通に赤座役人男じゃないでしょう。それだとしても聞く、聞く。強いて言うなら聞く。情報を知ってて裏切りそうなやつって誰だろうな。ヤクザたちはないだろう、そういう。でもそこで赤座役人男出てくるのかな。やっぱ伝次郎が京四郎なのかな、髪の色もね。でもアニメ版になったらわかるよな、投げそしたらその髪の色も、それかストレスで色が変わったとか言われてもどうしようもないけど、ストレスで色変わってそうだな。京四郎も髪の色、でも京四郎ってなんだかんだ言って表紙になってなくない。あ、なってないな。ああ、あ、なってない。そうかもね、小田先生すげえな。いて、小田先生すげえなって。やっぱ伝次郎と京四郎はなんか関わり合えるんだろうけど、伝次郎がなんか和道一文字を持ってるらしいんですよ。京四郎かなんだろう。伝次郎がなんかいっぱい連れてきてくれんのかな。京四郎は伝次郎の弟分みたいな感じなのかな。
それだったら面白いね。伝次郎が大軍引き連れでうおーってやってきたらね。それでさ、なんか白ひげ海賊団の残党とかで一緒にウィーブルも来たら面白いよね。ウィーブルが待てーって言って船で越えてきて面白いね。めっちゃ面白い。でもやばそう。思いっきりブーンってやったら絶対なんか一刀両断されそう。でもそれはマルコが受けてくれて大丈夫ですっていうのはいかない。ビスタがそらしてくれるよ。ビスタとジョズがうまいことやってくれるよ。でもジョズだって片腕なくなってるでしょ。ジョズ片腕なくなってんのか。いいキャラっすで、ジョズクソ強いからなあいつマジで。で武闘派最強です。多分マルコより攻撃力あるんじゃないかな。ジョーズめっちゃ強い。めっちゃ速いんだよ。で、6式もさ、相当極めてる青生地ですら、ちょっとガード遅れるくらいの速度ですよ。まあでもそれは白ひげの油断を誘ってるのは、白ひげも、まあ、すごい多分見聞色も覚醒して、下手したら未来史の領域まで行ってる可能性もあるから、おジョーズが来るか、じゃあ俺が刺されてやられる寸前のふりしとくか、みたいな感じ。って考えたら白ひげすごくね。あ、ジョズ来るな。じゃあ待っとくか。別に凍らされねえし。それでじっと待ってたとしたらやばいよね。よし、ジョズ来たって歩き出してさ。すごいな、親父。白ひげすごいな。うん、圧倒的な信頼ですよね。めっちゃ速いんだよ。すごいソルみたいなの使うっていうか、単純に俊敏な動き。あの巨体とパワーとキラキラの身からと覇気、そして、すごいタックルしてくるんですよ、ジョズは。俺結構ジョズ好き。ジョズすごいしな、あいつ。めっちゃパワーが凄まじいしな。とんでもない評価ぶん投げてるし。でもあいついたらクソ強いからな、あんま話になんないよ。だから欠損もさせてるだろうな。小田先生、すぐ欠損させるし、キットだっていつの間にかね、腕なくなったしね。欠損マニアってひどいな。ひどいなって俺が言ってるだけだけどさ。すごいよね。ワンピースの世界でも一応軸足が大切とかいう考え方あるんだね。そういう変なとこリアルなのが面白いよな。変なとこって言っちゃ悪いけどさ、まあ、なんだかんで言って、その完全になんかその適当にやってるのはないよね。なんだかんで言ってちょっとした理屈はあるみたいな。カルバリンは覇気で関節を作ってるみたいな、関節みたいなのを作ってるんじゃない。っていう説があるらしい。やっぱりあのキングコング感がやっぱキングコングを倒したんだよな。ルスカイナ諸島にいるすごい強いキングの王、キングのボスを倒し、コングの王だ、キングの王で、コングの王みたいなのを倒したんだろうな。やっぱゴリラやっぱ倒すのはやっぱそれくらいじゃないとダメなんで、ゾウはエレファントガンで倒せるわけじゃん。俺のね、勝手な妄想だけど、多分俺はエレファントガンであのさ、よくわかんないレイリーが倒したゾウを倒したと思うんだよな。そう考えるとめっちゃ面白いな。一応ルフィの中での指標はあるのかもしれない。じゃあスネークマンは何なんだろうな。スネークマンはただバウンドマンみたいにスネークマンって名前をつけてるのか、めっちゃでかいスネークと戦った時にめっちゃ速いヘビみたいな、シュン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 みたいなヘビが倒したのはスネークなのか、もしくはマングースを倒したのがキングコブラなのか。違うか、マングースは違うか、ハブか。マングースの天敵ってハブだよね。ヘビじゃないよ。違うか、全然違った。でもスネークマンは単純にスネークマンって状態だから、技とかあんま、そのルスカイナ諸島の、まあ、修行した時に倒した猛獣とあんま関係なさそうだけど、俺の中ではね。オエパイソンって言ってますからね。オエパイソンジェットカルバリンっていう。追わすんですよ、パイソンが。レイリーマンとかあったらおもろいな。レイリーマンおもろいな。ないけどね。やっぱルフィはその半年で、でも半年でまだちょっと余白は残ってんでしょ。そこで結構もっとなんかおもろい技とか思いついたりしてんのかな。
ていうかそのすでに思いついたのがタンクマンだったりスネークマンだったりするのかな。半年の中で思いついたのがスネークマンなのかな。でも一応結構レイリーがいる時にもうコングマンをコングガンとかバウンドマンは完成してるっぽいからぽいんだよね。でも六王眼はすごいですよ。みんな六式は軽視しちゃいけませんよ。やっぱ六式を鍛えることによってやっぱりその覇気の切れ味も変わってくるんだろうなね。やっぱ六式が大切だよ。やっぱモモンガってめっちゃ強いんだろうな、中将の中でも。うん、まあ中将の中で俺は強いと思ってるのがモモウサギとチャトン。でもこれはなんか視聴者で出たやつだからな、パッと作ったみたいな。視聴者の名前だけ使って作っていったみたいなことを言ってた。そうなの、俺知らなかった。わかんなかったな。でもやっぱでも視聴者だから普通の中将クラスの実力なのかな。いやでもあそこで召集受けてる中将ってめっちゃ強そうじゃない。あのなんだろうな、ロックスかって言ってひながさ、ガープちゃん、ガープくんだっけ、ガープくんの英雄となった由来ロックスみたいなこと言ってた時のさ、あそこにいるメンツ結構強そうなさ召喚っていうかね、召喚たちだよね、絶対あれ。リーゼントのやつとか巨人のやつとかさ、一癖も二癖もありそうな強そうなやつだよね。なんかそこにチャトンもモモウサギ、モモウサギってうまく分かんないけどいるってことは結構強いんじゃない。うん、一応あれも全員ガープ派の連中なのかな。ガープ派ってわけじゃないのかもしれないけど、何なんだろう。普通にただ護衛のチームがそこだったってだけかな。でもがあそこのシーンで持ってるガープの肉めっちゃでかいよ、ね、あれおもろいわ。でも面白いなって思ったのはなんか俺ルフィって本当に1日5食なんだね、あれね。1日5食計算っていうのはちょっとギャグだと思ったけど、ガチで5食計算で、なんかビブルカードだとその1食抜くとミイラみたいになるって言ってて、だあれめちゃくちゃ面白いよな、ね、確かになんかさ、俺はちょっとあのシリアスなシーンだからルフィがさミイラになってるのちょっとね、ああそうだよな、それくらい食えなかったんだよなとか思ったけど、単純に一食でも飯食うとああなるってのがちょっと面白くて笑っちゃった。ビブルカードなんかあそこのシーンだと雰囲気に飲まれてちょっと納得しちゃったけどさ、おかしいよねあれね、うん、でもそれはルフィが一食でも抜くと、でもその道中でもミイラになってたからね、ルフィ。シリアスミイラ、ルフィ。ナイトメアギアホースとか見てみたいよね。めっちゃでかくなりそうだよね。カイドウと身長同じくらいになりそうじゃない。ナイトメアギアホースとかやったら。でもルフィは何人分の影取り込めんだろうな、次は。やっぱちょっと成長してんのかな、やっぱりルフィも。前は100人分だったけどね。え、ワンピース雑談楽しいな、やっぱワンピース雑談。お尻熱い、もう1時間も座ってるよ。でもぶっちゃけ暴君くんはめちゃくちゃ強いよね。なんかちょっと実力、そもそも戦闘シーンが少なすぎるけどさ、うん、まあ、そもそも人造人間だし、人造改造人間だからめちゃくちゃ硬いで、サンジがビリビリビリってなるくらいだし、サンジが痛えってなるくらいもう鋼鉄で、大気を弾いてで出す衝撃感みたいな、大気を弾くすごい技みたいなもあるし、
で瞬間移動もできるし、強いな、そう考える。ボウ君くんはめっちゃ強いな。絶対軍艦とかもぶっ飛ばせるよな。そりゃ懸賞金ね、2億9000万つくよな。結構カマバッカ王国って安全かもね。あれあんま来なさそうだよな、海軍とかも。カマバッカ王国、まあ住人たちはやばいやつらしかいないけど、なんだかんだ言ってカマバッカ王国が一番安全かもね。ね、尿ヶ島でもこれからまあ標的にはなるんだろうな。でもイワン国の懸賞品ってどれくらいなんだろうね。でも7億くらいいきそうだよな、適当な理論で。一応クマもぶっ飛ばしてるわけだから、一応やっぱ、まあ、ロボットになってるから、その戦闘センス的なのであんまり微妙だったかもしれない。クマぶっ飛ばしてるってクソ強いからね、一方的に。まあボコボコにしちゃったわけじゃないけど、やっぱイワンコフめっちゃ強いよね。うん、稲妻の実力ってどれくらいなんだろう。結構チョキチョキの実強いよな。うん、便利だよ、なんだかんだ言って。やっぱ4個強いよな。やっぱまあ杯には負けたけど、七部会でもまあまあのクラスだろうね。熊よりは強い。まあすごいむちゃくちゃの技だからね。まあ、ホルホル並みの多彩さもあるから相当強いな、やっぱり、ね。だって女だって戦力になっちゃうってやばくない？女に男ホルモン入れたら戦闘員が倍になるんだよ。すごいなんかサイコパスみたいな感じだけど、それだけでも結構強いよな。ね、すごいね、そう考えると。プロコントローラー高いね、スイッチの。でもミホークの実力ってどれくらいなんだろうね。めっちゃ強いでしょ。でも確かにミホークが7人いるんだったらさ、そりゃ三大勢力って言われてもね、いいよ。でも7人もいたらめっちゃ強いだろ。ミホーク7人もしいたとしたら七部会怖すぎだね。そりゃ強えよ、そりゃ七部会だよってなるけど、今ぶっちゃけミホーク級の戦力ってウィーブルしかいないからね。まあウィーブルが下手したらミホークより、まあ破壊範囲みたいなのが強そうなのかっていうけど、でもそもそもミホークってそんなさ民間人に被害出さないじゃん、そこまで。確かにそのめっちゃすごい斬撃をして、そのなんか副次的っていうかね、二次災害でなることもありそうだけど、そんなさ頂上戦争でさ氷塊ぶった切ったみたいなすごい斬撃出さないでしょ、基本的には。ミホーク強そうだ、ミホーク強くて。でもウィーブルはさ、ね、民間人被害出しすぎでしょ。600名の死傷者がとか、むちゃくちゃだよあいつ。どういうやっぱ能力者なのかな、ウィーブルも。それか単純に薙刀ぶっ放してるだけであそこまで行っちゃうのかな。燃えてるってことはどういうことなんだろうな。
もしかしてもうボムボムの実狩られてたりする？もうボムボムの実。それでそのあのウィーブルのバカパワーでとんでもない起爆みたいなので凄まじい爆発とかになってたしね。でもボムボムの実も狩られちゃうのかな。それだとやばいね。でもなんだかんだ言ってでも狩られたとしたらやっぱトゲトゲの実はやっぱあれだよね。あのチャンピオンバージェスに行きそうだよね。トゲトゲドーピングさらに筋肉を強化できそうだからさね。もう黒ひげのか黒ひげ海賊団も全員悪魔の実食うんだろうね多分。ジーザスバージス、なんかゾーンとか食いそうだよな。なんだかんだ言ってジーザスバージスがトラトラの実モデル、トラと猫猫の実モデルライオンとか食いそうだよな。チャンピオンと百獣の王をかけてさ。いやそしたら強そうだけど似合わねえな。でもバージスはやっぱり絶対ゾーン系食うだろうな。でもシリュウスケスケの実食ったけどやっぱスケスケの実って見聞色に分からないんだろうね。でも分かんないよまだ。すごい見聞色だったら分かるけどみたいなことになりそうだけど、どうなんだろうねスケスケの実。まあ、奇襲っていうか剣だからさ、ぶっちゃけ本気で殺そうとしたら殺せるじゃん。だからやばいよね。奇襲で一発で心臓人刺しにしたらさ、それって強すぎじゃない。それに死竜の実力が相まってるから、やろうと思えばねってなるか、能力者狩り要因なのかもね別に。うわそう考えたらやばいな。怖くない？能力者狩りだよ。ゾワってきた今。シリュウが能力者狩りで優秀な担当になるってことか、はあ、そういうことか。怖いな。絶対身にやられちゃう。でもキュービとかの能力持ってるやついるんだね。でもなんか特殊なナイフっぽいよねこのなんかバージェスが持ってたの。なんか闇闇の力がついたナイフなのか。なわけで、ね、眠くなってきました。あざした。